まあ一本前の動画で、えー、小倉美咲さんのま丸方法と、えー、その、えー、場所もしくは行き場所ね、えー、この辺が間接的に分かりますよというところねもし事件だとしたならばということねでまあほぼそれはないなというのが伝わってきてるので、えー、そもそもそういう仮説を山梨県警は立てていないということも同時に分かってくるわけ だから、あの、実験派が言っているね、多くのものっていうのは、かなりの、その、科学的根拠とバッティングする部分がある。そしてその科学的根拠、合理的な判断ね、犯罪捜査規範に、 したがって、ちゃんとやってる部分もたくさんあると思いますから、えー、ね、警察系の情報とか足跡とか、その足跡らしきものを発見した人の顔をさらすとか、そういうところは警察あ、犯罪捜査規範に、だから要は警察の方に違反してると私が思ってるだけであり、えー、まあ、これズバリそのものが違反してますよっていうね、えー、 うん、どうかはわかりませんが、まあそういうね、えー、捜索ボランティアで切って、そして消防にまで言っている人をですね、あのー、晒してね、まあどっちかというとヤマップの投稿とかそういうやつの方が本当に重要であれば、えー、削除とかね、そういう要請をすり、えー、ゃいいのにっていうふうに思いますけども、えー、まあいいんですけれども、あのー、 うんとそういういことが分かってくるわけですで小倉美咲さんの創作ホームページの一部をコメントを切り取って、えー、また動画作りたいと思うんですけど是非皆さんにはですねこの小倉美咲さんソーホームページの前後分もしっかり しっかりと読んでいただきたいなと思います。もしくは、そのか過去のね、えー、コメントから読んでいただきたいなと思います。えー、これは、配信者はですね、かなりですねあの、分かっちゃうんですよね。こういうふうに切り取って、まあ、強調したいことを動画にするでしょ。長くなるから、一部を切り取って、えー、強調したいことを動画にするとですね、その前後関係が見えない人っていうのは、見てない人とかね、 えー、見たけど忘れた人っていうのは、その人がそのことを言っているというふうに勘違いするんですよ、えー。かなり勘違いするんですよね。だから私のところにコメントくださる方とか、私のアンチ系の配信とかやってる人、多分あんまり見てないですけど、かなりいるはずなんですよ。 ね、あのアルグさんのライブを見たならばなんか言ってましたよとかあのなんかそういう人が湧いてきてますよとかいろいろ言って私時間がなくて見てないですけれどもあのそういう人たちっていうのは一部を切り取ってやってきますからあたかも私がですねそう,いうそういうふうに言っていると例えばね小倉美咲さんの足跡らしきものがもう足跡で確定していますよっていうのはそれ あのそのまま聞くと「確定しますよ」っていうのは何らかの証拠に基づいて私が、あのー、言ってるんじゃなくてそういう間接的なものよ情報より私がそう信じてるわけね。 私がそう信じててそしてそれを皆さんに強要してないわけ私はねだからそれを日本語下手だからあんまり伝えるの、えー、うまくなくて何回も何回も言ってるから何回も何回もそ,そこの部分だけ切り取ってそしてそこの部分だけ見る人っていうのはあの足跡ある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 言ってる人だね足跡確定だね事,件あ事故事故事故だねとかって言ってねあのいうふうに、えー なっちゃうから、これ今私もですね小倉美咲さんのお母様か関係者お父様か分かんないけれども、えーえー、作ったとされるホームページ上の一部のコメントを切り抜いて、えーね、こういうことが分かってくるんじゃないかという推定をお話ししますけれども是非皆さんはですねその私は一部の部分を切り抜いてるよというのを頭に入れて全文を読んでいただきたいわけです。 する、ええともっと違う観点のもっと違う視点からいろんなことが分かってくると思うんですけどまずはですねもし美咲が家族のもとに帰りたいという思いから動物に頼んで体の,体の一部を運んでもらいあの場所でじ一人で自分を見つけてもらえるのを待っていたとしたら体の一部とかそういう、ねえー、言葉を。 私が使うとけしからんって言ってくる人たちが多分いると思うんだけど、えー、2個ぐらい前の歌とかね、えー、ね、あのーえー、それっていうのはそういう歌詞とかを作るとなぜか私が言うとけしからんみたいなねことを言うけど、えー、小倉美咲さんのご遺族の方らくお,お母様だと思いますけどお母様が使う分には文句は言わないわけね。 そた単なる言葉ですよね表現ですよね表現に関して、えーまあ、まずそれが一つ言いたいのとでそれをですねこれ小倉美咲さんのお母様が いきなりこう自然に出てくる。この宗教観ね。宗教観は別に否定してないですあの。天国とか神様とかという言葉がこの前後にもいっぱい出てくるんですけど、まあ、そういう宗教観をお持ちの方で、えー、私は持ってないだけであり、そういうふうに持っている人を否定しません、えー。私のところによくコメントくださる、えー、今ね、聖書を読んでいますという方とかの、えー、コメントとか来ますけど、全然私は否定しないんですよ。 えー、そういう人ね。で、私が一緒に働いてる人、えー、の大半がキリスト教だったりとかしますから、だからあの別に、なんうか、抵抗がないんです、全然ね。えー、そして、私の身内の人には、新興宗教にはまってる人とかもいます。いますけど、別に、あの私がそれ,それに、えー、そういう宗教観がないだけであり、その人たちがそういう宗教観があること自体は、あの否定しないの。で 体の一部を動物,動物に頼んで、えー、美咲さんは、ね、動物が好きだったから頼んで一部を運んでもらうという、これ宗教観ですよ。で、この宗教観をが自然になんかその、小倉美咲さんのお母様だったとするならば、お母様が入って、 信仰していいるのか、まあ、いるのか,分からないですけど、そういうところで出てくる、そういう教義か何か、えー、そういうお話か何か、あまあ、あの中で、まあ、もしかすると、キリスト教とかの聖書の中とかに出てきてるのかもしれませんが、わかんないけどね。キリスト教って言ってませんよ。三崎さんのお母様がキリスト教の信,信者だとかね、キリスト教徒だとかっていうのは言ってませんよ。 また切り取る人が出てくるからそういう宗教観の中で出てくる可能性はあるんですけれども私はこれねあの見つからない理由とか見つかった理由を、ね、言ってんじゃねえかって思ってるわけわかりますかなんで、えー、あの枯れ沢の林道の、えー、その下の方で見つかっ 例えばですけど動物が運んでいった可能性がございますよお母さんみたいな形で山梨県警が言っている可能性があるんじゃないかとか、えー、なぜ三崎さんはほとんど見つからないんですかお母さんもしかすると、えー、土砂で崩れて流れていって骨が丸まって小さくなってバラバラになってそして埋まっている可能性もございますし もしかすると動物、イノシシですとかタヌキですとかクマとかそういう野生鳥獣があー食べちゃったかもしれませんっていうねその可能性をしっかりと美咲さんのお母様とかお父様とかにはお話ししてるんじゃないかというふうに思うわけねこれお,お姉様には言ってるかどうかちょっとわかりません でお姉様がこの動画にたどり着いてきたときに、一つの可能性として、えー、気づいてほしいのは、美咲さんっていうのはほとんど見つかってないんですよ。わかりますか美咲さんが見つかった、見つかったっていうすり込みに入ってますけど、ほとんど見つかってないの。逆に言ったならば。大半、体のほとんどが見つかってない。その理由が、合理的理由により判断して30にはもうない。 もしくは、もうあったとしても、誰かが行っても見つからないよっていう状態だっていうふうに、山梨県警が7月1日に、全国民に向けて発したんだと私は思,思ってるわけね。だから、その合理的な理由で、小倉美咲さんが見つからない理由をお話になったんじゃないかと。それから出てきた動物に頼んで、自分の体の一部を運んでもらいという、この宗教観。 が出てきたんじゃないかとだからねえー、美さんのお母様発信というよりかは山梨県警の誰かがこうね捜査上の情報をペラッたでそのペラッたのは別にいいかもしれないねそれもしかするとねえー、合理的な理由ですからそれを言ったからといって犯人がもし事件,事件であって犯人がいたとしてもそれを取り逃がすとかそういう可能性がないなと判断して言ったんでのかもしれないであれば 別に小倉美咲さんのお母様とかお父様だけが税金を納めてるわけじゃないですから、全体の奉仕者にならないといけないわけですね。山梨県警はご遺族の奉仕者じゃなくて、国民全体の奉仕者にならないといけないわけでしょ。二度とこのような事件か事故か分からないようなものが起きない、起こないために、言ってもいいことが情報がね、あるんであれば言いなさいよってこと。なぜ見つからないんですか ね、小倉美咲さんが見つかったというマインドコントロールを山梨県警とメディアは仕掛けてきていますがその次ですけども「<laughs> 現在も警察の捜査が続いているため私たちのもとに美咲のものは何も戻ってきていませんが」という一節がありますまあこれもね切り抜いてますから是非前後を読んでいただきたいんですけども、えー、帰ってきてないということが分かりますね。 これがわかるわけ。2022年の9月21日、22日かなちょっとわかりませんが、まあ、ここで、えー、も、えー、帰ってきてないということがわかるわけ。<laughs> その体の一部が戻ってきてない、えー、靴ですとかそういうものが戻ってきてないということなんですね。いつまで持っていくつもりなんでしょうかねっていう話なんですよ。だって、合理的に考えて山中の捜索やめたんでしょやめたんでしょ そしてもし事件だったとしたならばもう証拠,証拠を押さえてるでしょ一回ね。もうさすがに鑑識は終わってるはずなんですよ。それね。だから戻してもいいんじゃないって思うの。事件だったとしてもね。だからもう,も,うもはやあれですそれ事件だったら自首以外、自首ぐらいしかほとんどありえないってことでしょわかりますか ?3 年も経って何も,何もそれにつながるようなことがないっていうふうに公式な見解出してるわけですから、今ね。 だからそ、それに公式の見解ていうか分かりませんって言っちゃったわけだからだからあの事故、事件、事故両面で捜査してますしか言わないわけだから当初からねずっと言わないわけだからあのだから、もうもはや自首とかそういうことしかありえませんからえだからだ戻してもいいんじゃないかなって私は思うんだけどね捜査が続いてたとしても戻してもいいんじゃないのって思うんだけどね。 私はねこれ私の個人的な意見。でも分かるのはまだ戻ってきてないよねっていうのは今は戻ってきたかもしれないけど11月現在では戻ってきてるかもしれないけどね11月今日11月16日ですけどもその時にはもう戻ってきてるかもしれないけど。でこれ昨日の話ね警察に岬の遺骨が見つかった場所ともし山から滑落したらこの場所と仮設を立てた場所に案内してもらい場所を確認しました。これは 一個前の動画ですよねおそらくこのルートにはバリルートを言ってると思われますね。私がもし事件だとするならば 25kg を担いでかもしくは誘導するわけでしょ。三崎さんを誘導しながら行くわけでしょ。だからそれでもし可能だとするならばバリルートぐらいしか考えられないねって。ね。一番最短で行くの。で、上りはできると思うけど多分下りは無理よっていうこと。ね。 一緒に顔見知りで行ってそして、えー、そのガキかなんかで突き落として滑落死に見せかけるぐらいしかできないのねでそれだったとするならばもうかなり特定の人物ですからもうそれは捜査されてますから、えー、もう捕まってないとおかしい話なんです犯人がねだから捕まらないということは、えー、それに準ずる人がいないということね そしてさらに、えー、いないということは、だから犯人がいないということ。だからほぼ0%。事件ほぼ0%ってなるわけ。わかりますかズバリそのもののやつを出せってい私のアンチが言ってくるんだけど、それズバリそのもののやつは警察にもないわけ。私にもないわけ。だけど警察は私たちと同じことをしてますかってったら全然違うまです。まず靴持ってるでしょって。<laughs> 靴持ってるでしょハイネックのシャツ持ってるでしょ 骨持ってるでしょいろんなもの警察持ってるわけよ。これ帰ってきてないって言ってるから。小倉美咲さんのお母様が持ってるわけじゃなくて、警察が持ってるのよ、今。ね我々、JJ さんも持ってないでしょ、ね、え元警察官の小川さんだって持てないわけ。そのブ持ってないわけ。 ブツ持ってるのは警察でしかも何個か前の動画にやりましたけど、おそらくは山梨県警のあの文室です。文書です。文書の中の科,科学捜査研究所の中にあるって、山梨県警のね。おそらく。そこでいろんな研究結果とかデータとか持ってるわけ。それとは別に、ち、え、ゃ、ー、んと情報操作、情報による操作とかやってるわけ。取ね、聞き取りとかそういうね、えー、ことをやってるわけよ。いろんな人に。それらを融合した、えー、証拠物があるんですって。 でなければ、足跡らしきものを、あんなに山梨県警のメディアで、大々的に報道するわけないでしょあれ自体がけ、犯罪捜査規範違反ですって。だから、それを犯してまでやるということは、ごめんなさい、しようとしてたんだって。ごめんなさいと、事故でしたと、足跡がここで見つかるということは、かなりの確率で、小倉美咲さんは一人で、その山中にいましたと。あのね、あの場所まで行ってましたと。足跡が見つかりましたと。 えー、つか見つかってたんですと。 ただ、消防団とかそういうところは捜索本部上では足跡じゃないというふうに勝手にね科学的操作もせずに決めつけたほらもう皆さんもそうですよね小倉美咲さんの足跡じゃないという科学的な現象結果を持たないで決めつけてますよねこれ私もエンジニアやってきましたけどそんなことしたら物とかって動かないんですよ物理現象を利用してやっている方からしてみればそれね例えば GPS の話とかやってますけど GPS とか無理よ、多分あの山中で GPS 持たせてれば、えー、迷子になりませんでしたぜ。無理よ、今の技術だと、えー、あ,のあの環境だとね、おそらくね。その,その証拠に YouTuber がライブ配信しないでしょ、あそこはね。だからそういう、ね、電磁波の話とかも知らない人が言ってる話であり、だからそういう、えー、まあそういうことを積み,立て積み上げていって、 えー、合理的な判断より山中の捜索をやめたっつってるわけ奥山梨県警の奥脇隆起さんはそういうふうに言ってるのだからその言葉っていうのは重いんだよ我々に向けたメッセージとしては重いのかなりかなり考え込んで発言したはずなんです奥脇隆起さんはねだそれを、えー、ねあたかも軽くか、えー、扱ってますよっていうことを言ってあ軽く扱ってないの私は 扱ってないの重く受け止めていろんなことを考えてるわけ。まあいいんですけどこの小倉美咲さんの創作ホームページから分かるのはおそらく見つからない理由もしくはそのね一部の骨だけがなぜボランティアが見つけたのか、ね、誰が見つけたのかということをある程度小倉美咲さんのお母様とかお父様に話しているというふうに私は踏みました。 だけど、我、全体の保守者であるんであれば、我々にも話す必要がありますよね。そうですよね。なぜそういうふうになったのかが分からなければ、また起きますよということなんです。ね、閉じ込めの件、園児閉じ込めとかね、幼児閉じ込め、えー、また起きますよという話なんですよ。それなぜかと、周りの大人が反省してないから。ね、ね、園児に、 クラクション鳴らせればいいわけでしょ反省しないわけですよ <laughs>。反省しない。園児に責任を転嫁してるわけ。園児に、えー、押させるわけでしょそして安心するわけね。だ誰も、誰一人として、ね、あのぶち込まれましたかって話。福岡の県だってぶち込まれてないでしょ執行猶予ついてるでしょそういうことなんですよ。あの、事件だと犯人がいないっていうアホな人たちがいますけど、 事件でも刑事罰ってありますからね。あ、事件、事故、ごめんごめん。事故でも刑事罰ってありますからね。事故でも、故意でやってなくても、例えば園児閉じ込めね。園児と、故意でやってなくても、それに重大な過失があったら、最悪懲役とか禁庫とか、そういう話でしょ。まあ、懲役だと思いますけど。わかりますか 犯人というか犯人がいるわけです。その重大な過失をした人が裁かれるわけ。この、捜査だって同じよ。小倉美咲さんの捜査の中で公務員がですね、重大な過失があってつけ、捜査できませんでした。犯人取り抜ちにがしましたってなったら、それで重大な過失があったら刑事罰とかあるんだよ。もしくは、まあ、賠償とかね。公務員の場合は賠償の方が多いかもしれないけど。はい、以上です。